はいどうも、一平がひょうです。最近はねちょっとご時世的に映画館に行くのが怖いっていうのもあるんですけども、今回は1989年公開、宮崎駿監督魔女の宅急便で、なぜキキは魔法が使えなくなったのかっていう、こう考察され尽くしてるだろう、手垢つきまくりな部分ではあるんですけども、まだ出てないだろう、個人的な解説考察をしていきたいと思います。まあ、他にもジブリ作品魔女の宅急便とかね、考察解説レビュー何本か上げていきたいと思いますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではなぜキキは魔法に使えなくなったかなんですけども、まず僕の結論から言ってしまうと、自分の才能を信じられなくなったからだと思っています。どういうことかと言いますと、魔女の宅急便は小さな魔女が見知らぬ町で成長していく話ではあるんですけども、こう13歳になったら知らん町で1年過ごすっていう割とハードモードな修行なんですけど、実はこの話煮詰めていくと、自分の才能だったり、こう自分の好きなことととことん向き合っていく話になってるんですね。魔女の血によって幼い頃から空を飛んできた、空を飛ぶのが楽しくて好きで、13歳になって早く修行に出たい、海を見たい、外の世界を見たいと、こうワクワクに任せて、予定より早く修行に出発したキキだったんですけども、気に入ってご機嫌でね降り立った街では交通事故寸前、警察官に補導されそうになり、身分証がないからホテルにも泊まれない、お金もそんなにないと全然うまくいかない、運よくパン屋にタダで住まわせてもらったはいいけども、宅急便をやっても荷物を落としちゃう、届けた荷物も喜ばれない、雨にもザンザン打たれちゃう、で男の子との約束の時間も守れないと、こう修行前になんとなく抱いていた自分のイメージ、空を飛んで魔女として一人前になりたい、好きなことで生きていくみたいなイメージとはほど遠い現実が待ってるんですよね。でついで町の女の子はみんなおしゃれで、お姉さんたちはみんなピアスしてて、まあこのピアスに注目するのも非常に面白いんですけども、自分に興味持ってくれた仲良くなった男の子トンボも自分以外の人とも仲良くしちゃってと、全然うまくいかない、心がぐちゃぐちゃ、それこそ劇中のセリフを使えば、素直で明るいキキはどっか行っちゃったみたいと、こう修行に出る前と出た後、もっと言っちゃえば理想と現実ですよね、理想と現実がちょっとかけ離れすぎちゃってて、自信を失っていく、つまりは魔力を失っていくっていう、そういう話なんですよ。でもね、この話をすると、いやいやなんで自信イコール魔力やねんってこうツッコミもあるかもしれないんですけど、これは別にあくまで危機の場合が魔力魔法なだけであって、人間にとって自信ってめちゃくちゃ大事だと思うんですよね。例えばね、僕の例で申し訳ないんですけど、僕サッカーやってたんですけど、自信のない状態で蹴る PK ってマジで入らないんですよね。相手のキーパーがこう剣選抜だとかね、なんかその日監督にちょっと怒られたとか、さっきの簡単なトラップミスっちゃったみたいな、こう些細なきっかけで全然こう本来の力が出せなくなったりするんですよね。だから魔女の宅急便は魔法が題材なんで、ちょっと現実離れしたファンタジーの感じもしちゃうんですけど、実は全然簡単に自分に置き換えられちゃう話なんですよ。だから画家志望の子ウルスラって女の子、ちなみに彼女はピアスつけてなかったですけど、ウルスラも危機のスランプを自分ごとのように捉えてますよね。いやーマジマジ、私もね全然絵描けなくなることめちゃくちゃあるしみたいな、まあでも描けない時はね別のことしてると急に描きたくなってくるんだよねみたいな、こう感じで話してましたよね。だから僕もね、サッカーのちょっと例えばっかりでごめんなさいなんですけど、 PK 外した瞬間とかね、センタリングちょっとミスった時とか、マジこう死ね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 みたいな感じでマジでサッカーやめたくなるんですけど、そのうちまたちょっとしたらボールを追いかけたいって気持ち湧いてきましたからね。というかなんなら今もボールちょっと蹴りたいですからね、はい、まあでもちょっと結局ねボール蹴ると下手くそなんですけど、で誰でもそういう経験絶対あると思うんですよ。好きなことをやってて突然やめたくなって、でもやっぱりまたやりたくなってっていう経験はね誰でも絶対ある。でごめんなさい、ちょっと断線してすいません。で話戻して、つまり魔女の宅急便はなんでキキは魔法を使えなくなったかっていうことがね考察されがちなんですけども、実はなんでキキは魔法を再び使えるようになったかってとこに注目してみるとめちゃくちゃいいんですよね。自分の得意なこととか、こう自分の才能って実は大したことないんじゃないのか、何の役にも立たないんじゃないのか、無駄なんじゃないのかってことに気づいちゃったり、こう思っちゃったりもするんだけども、やっぱり空を飛びたい、空を飛んで友達トンボを助けてあげたい、私にはこれしかないっていうね、こうもう一回自分の才能を信じてみる、もう一回自分の好きなことを信じてみるっていう、そういう話
もう最高ですよね。本当にね、まあ、僕なんてというかこう何か好きなことがある人、何かに熱中したことがある人っていうのはみんなその繰り返しだと思うんですよね。はい。ということで魔女の宅急便、キキが魔法を使えなくなった理由というか、キキが再び魔法を使えるようになった理由の解説、いかがでしたでしょうか。ここら辺にね注目するとまた何度でも魔女宅急便楽しめるんじゃないかなと思います。ではでは今回はここら辺で終わります。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。1分映画ヒヨでした。